明代と申します。現在2人の息子を子育て中です。ドードルのカトラリーを握らせてみた瞬間に初めて食べ物を口に運ぶっていうのを自分からやったので、もうこれはすごいこと、感激したんです。他のママさんでも絶対教えてあげたいと思ったので、他の企業さんでもこれ扱ってくれないかなと思っていろいろ当たってみたんですが、ちょっと相手にされなかったので、自分でちょっとクラファンでやってみようかなっていうので、このドードルの一番の特徴っていうのが、この持ち手の部分、ここにちょうど指がこうフィットして入るようになってまして、いろんな持ち方最初する子がいるんですけども、でも結局はここにこうフィットするとスポットしっくりくるので、この持ち方ができるようになる。お箸の持ち方とか鉛筆の綺麗な持ち方のきっかけになるような、この形を自然とできる、ちっちゃい手でもコロコロしやすいので、すくう、こうやって刺す、もう自然と食べている中で自分で考えながらできるっていうのがすごくメリットだと思います。ナイフは結構特徴的な形をしてまして、一番上の部分がちょっと膨らみがあって、手首の力がまだまだ発達段階だっていうお子様でも上からしっかり握って押して切るっていう、この動作がやりやすいような形になっています。それともう一つ大切なポイントとして、怪我をしない、このなみなみカットっていうのが食品は切れるんですが、自分の皮膚には傷がつかないっていうような設計になってまして、普通のナイフだと切れてしまうんじゃないかと思って、あ、それダメダメって言っちゃうんですけども、これだったら冷静に教えてあげられるっていうのがいいのかなと思ってます。これめっちゃいいから使いやってお母さんが言ってしまうと、プレッシャーになってしまうと子供って使わなくなったりするので、プレートの横にこう添えてあげて、で、あの大人とかお兄ちゃんお姉ちゃんが食事をするっていう風景を見させるというか、大人は大人のスプーンでいいんですけども、それを使うもんなんだ、道具を使って食べれるんだっていうのを見せてあげる、持ち手の部分を食べちゃうんですっていう人とかも結構いるんですけど、感触とか丸い形を確認したりとか、あ、これが持ち手だなみたいなんで、それも成長の一つだと思うので、あのそういう部分も楽しみながら見守ってあげることができたらいいなって思ってます。